増井博人氏は、静岡県八重洲市出身のプロ野球選手。宇右藤右内。オリックスバファローズ所属。マススウとも言われる。小学校4年時から地元、八重洲市の野球少年団で野球を始めると、八重洲市立和田中学校野球部時代に、ノーヒットノーランを記録。この経験をきっかけに、プロ野球選手を志した。増井と同じく、 八重洲出身の牧田和久と川端隆史とは同学年で小学校時代から対戦の経験がある。静岡県立静岡高等学校へ進学した後は公式野球部に所属したが春夏ともに阪神甲子園球場での全国大会への出場はできなかった。高校卒業後に駒沢大学へ進学すると東都大学野球のリング戦で 通算34試合に登板。8勝12敗という成績を残した。大学卒業後に入社した東芝では、当時エースの座にあった、磯村秀人の影に隠れていたが、入社3年目の2009年に実力が開花。第38回アイブフワールドカップ、日本代表にも選出された。同年の NPB ドラフト会議にて、北海道日本ハムファイターズから五0名指名を受け、 契約金5000万円、年俸900万円という条件で入団。入団当初の背番号は43。日本ハム時代2010年4月9日の福岡ソフトバンクホークス戦でプロ初登板を果たしたが、3失点で敗戦投手となった。それ以後も先発ローテーションの一員として起用され、4月27日のオリックスバファローズ戦で7回1アンダム失点と、高騰し、 プロ初勝利を挙げた。また、5月13日の阪神タイガー,アース戦では、プロ初安打と初打点を記録した。その後、右肩健康上神経緯により6月16日に出場選手登録を抹消され、8月後半に再登録されるも不審が続き9月前半に再度抹消された。11月8日には、一般人女性と結婚。2011年は、開幕から、 セットアッパーとして起用され、前半戦は防御率1点台前半の好成績を記録。怪我のため欠場した、マハラ・タカヒロの補充選手として、オールスターゲーム初出場を果たし、第2戦で4番手として登板した。その後も、セットアッパーとして、シーズンを乗り切り、リーグ3位の 34HP、防御率も1点台と飛躍の年となった。また、背番号も、 43から同年限りで対談した臨床班が着用していた19に変更された。2012年もセットアッパーとして起用されたが、5月2日に抑えの武田久が右膝の故障により戦線を離脱したため、その間は抑えを担うこととなり、抑えとして初登板した5月6日に初セーブを挙げた。武田の復帰後は再びセットアッパーに戻り、 6月9月に疲労の蓄積で不調に陥りながらも最終盤には持ち直し、共にパリーグ新記録となる45ホールド50ホールドポイントを挙げ、最優秀な担ぎ投手のタイトルを獲得した。2013年は武田久志の離脱により抑えを任されたが、4月後半からセットアッパーに復帰した。しかし6月5日の読売ジャイアンツ戦で、 小笠原道博に2年振りの本塁打となる、さよなら3ランを打たれ、7月には2試合連続で、9円失敗するなど、不安定な投球が続き、宮西久尾やルーキーの河野周数にセットアッパーの、座を譲ることもあった。最終的に3年連続の50試合当番、そして、史上最速での100ホールドを達成したものの、シーズン終盤に持ち直したとはいえ防御率。 ホールド数ともに前年に比べて数字を大幅に落とした。2014年も開幕早々に武田久志が離脱したことで抑えに回った。序盤はリードを守りきれない場面が目立ち、6月には4試合連続で失点するなど投球が安定せず、一時は新外国人のマイケル・クロッタが守護神を務めていた。後半戦は25試合でわずかに失点と制裁を取り戻し、 自己最多となる23セーブを記録した。8月16日の埼玉西部ライオンズ戦では、野手を使い切ったことから延長11回に4年ぶりに、打席に立つ場面も見られた。2015年は、開幕から抑えとして君臨し、自身初となる30セーブを挙げ、福岡ソフトバンクホークスのデニス・サファテと、セーブを争いを演じたが、最終的には2セーブ差で競り負け、それでも、 自己最多の39セーブとなった。10月9日には、第1回、WBSC プレミア12の最終ロースター28名に選出された。2016年2月15日に、侍ジャパン強化試合日本 vs チャイニーズ台北の日本代表26名に選出された。シーズン開幕当初は、抑えとして活躍するが、三勝二敗十セーブ。 防御率6.30と大きく悪化し、6月20日に一軍登録を抹消された。その後の抑えはクリス・マーティンに譲り、7月9日に栗山秀樹監督はマスイを先発に転向することを明言した。8月4日の千葉ロッテマリーンズ戦で2010年以来、先発として登板し、5回を投げて無失点に抑えた。同月25日のロッテ戦では、 プロ入り初めて関東を記録し、9月1日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で初めての完封勝利を成し遂げた。先発8投板のうち6勝を挙げ、シーズン最終試合の9月30日の千葉ロッテマリーンズ戦では引退投板の武田マサルの後を受けて投板し、1失点ながらも9円勝利を挙げて、自身初の2桁勝利を達成し、10勝10セーブをマークした。 10勝10セーブをマークするのは2000年に小林正秀が達成して以来の快挙となった。結局9月は5試合に登板して5勝0敗、防御率1.10、1完封を記録し、9月度の猛烈な追い上げによるチームのリーグ優勝に大いに貢献、自身初の月間 MVP に選出された。オフの10月18日に侍ジャパン野球オランダ代表野球メキシコ、 代表強化試合の日本代表に選出された。2017年には NPB のオープン戦期間中に開かれた第4回ワールドベースボールクラシックに日本代表として出場。1次ラウンドでは対中国代表戦、2次ラウンドではオランダ代表戦とキューバ代表戦に登板すると通算投球イニング2回に3で防御率3.38という成績を残した。 NPB のレギュラーシーズンでは、自身の希望で、クローザーへ復帰すると、一軍公式戦52試合の登板で6勝1敗27セーブ7ホールド、防御率2.39をマーク。6月11日の対巨人戦では、n p b 一軍公式戦史上59人目の一級セーブ。8月16日の対ロッテ戦では、NPB 史上28人目の一軍公式戦。 通算100セーブを達成した。一方で、セーブ失敗も6度記録してしまい、井口忠人の現役引退試合であった9月24日の対ロッテ戦でも2点リードの9回裏に登板したが、先頭の代打、清田育博に、うぜんだを浴びた後に自打者の井口から同点本塁打を浴びた。井口は、麻酔交板後の延長11回裏に迎えた最終打席で凡退したため、 この本類だによって、現役最後の安打、打点、得点も記録したことになる。シーズン終了後の11月14日に、国内 FA 権の行使を表明。日本ハム球団からの残留交渉のほか、オリックスバファローズ、読売ジャイアンツが、麻酔の獲得を検討。実際には、巨人は獲得に乗り出さず、日本ハムオリックス両球団による交渉の結果、 オリックスへの移籍を決意した。2017年11月30日にオリックスバファローズが麻酔の入団を発表。同日付でフリーエージェント宣言選手契約締結合意が NPB から公示された。契約期間3年、推定年俸総額9億円という条件がベースの4年契約で4年目の年俸については成績などに応じて変動。 背番号については、山崎福也が2015年の入団以来、着用してきた17をつける。このため、山崎は、背番号を例へ変更。2018年6月29日に札幌ドームで行われた、北海道日本ハムファイターズとの試合で、シーズン20セーブ目を挙げ、プロ野球史上4人目、日本人選手としては、江夏豊以来となる12球団すべてからセーブを、 上げた一人となった。この年は、シーズン途中まで、セーブ数はリーグ1位だったが、森ユイトの7試合連続セーブなどもあり、セーブ数はリーグ2位で終えた。2019年も開幕からクローザーを任されたが、調子が上がらずリリーフ失敗を繰り返したためシーズン、中盤にセットアッパーに配置転換された。4月19日に、通算150セーブ。 9月2日には通算150ホールドを達成。NPB では同年達成の藤川球児以来2人目となり、パリーグでは初の達成となった。オーバースローからリリーフとして起用された、際の平均球速約時速 149km、最速時速 155km のストレート。出身のヤイズはマグロで有名なため、練習用のグラブにはマグロのマークが刺繍されている。 麻酔自身の甲子園出場はないが、弟二人が静岡校と静岡商校で出場経験がある。なお、弟のうちの一人は静岡県立伊東商業高等学校野球部で監督として竹安大地を指導していたことがある。東京都内で暮らす金夫人と5歳と3歳の息子がいる。2016年12月に第三子となる女児が誕生。シーズン中は、 離れ離れで過ごすので、スマートフォンでのテレビ電話機能で連絡を取り合う。第二種誕生の時に送られた、婦人手作りのお守りを肌身離さず持っている。ストレスをためたくないと徹底したストイックな、食生活は送っておらず、スナック菓子を普段から食べる。初記録、投資記録、打撃記録、編集節目の記録、その他の記録。ありがとうございます。